日本人がこう欧米人みたいにこう綺麗な体型を作りたいなって人結構多いと思うんですけど、北島さんはその海外のこう黒人とかすごいいい体してる人たちのコンテストで優勝されてると思うんですけど、それってなんでそういうのが作れたのかっていうのと、なんで日本人はそういう体型になりにくいのかみたいなのって理由って何なんですか？これはですね、僕も最初は分からなかったんですけど、日本とアメリカを行ったり来たり行ったりしてる間に、まあ、日本でもいろいろ人を教えたりジムでいろんな人を見たりとかで、アメリカでもいろんな人を教わったりとかいろんな人を見てて、根本的に違うところっていうのがやっぱりあるんですよね。それはですね、立ち方のバランスが違うんですよ。全然体重バランスが違うんですね。で、人間って2本足で立ってるんで、体重かかるところが違えば立ち方を変えないと立てないんで、日本人はみんな同じような立ち方をしてスタイルを悪くして、欧米人はみんな同じような立ち方をしてトレーニングしてるんでスタイルが良くなるっていうことを発見したんですけども、結局それをたどってっていろいろ考えて、まあ理屈に基づいて現象をたどってみると、日本人の約8割ぐらいが農耕民族の立ち方をしてるんですよね。やっぱり農耕のルーツが長くて、日本人っていうのはもうかかとに体重が入った体勢で休んでるような立ち方をするんですよ。そうするとかかとに体重が入ってると膝が曲がって猫背になってっていう感じでトレーニングをすることが多いわけなんですけど、それに対して欧米人っていうのは狩猟民族なんで、前に体重が入っていつでも走り出せるような状態っていうのが立ってる姿勢なんですよね。で、普通にバーベルとかを持たせてトレーニングをさせると 98% ぐらいの欧米人はもういつでも走れるような前に体重を、まあ例えば徒競走で用意どんで走る前にかかとに体重乗っけてる人いないですよね。もういつでも走れるような、まああとはまあスポーツ、テニスとか卓球とかラケットスポーツとかでも打つ時のポジションっていうのは前に体重乗ってるんですけど、そういうポジションで自然に立ってトレーニングをするんですけど、それに対して日本人っていうのは8割ぐらいの人がドスンとかかとに乗っけて体重を乗っけてトレーニングしてしまうもので、その体重バランスでトレーニングすることによって結果として体型が全く違う体型になっちゃうんですよね。ですから、もし欧米人みたいになりたければ、常にその体重バランスを欧米的な立ち方でトレーニングしていればほぼ矯正することが可能ですね。今までずっと何十年間そういうふうにトレーニングしてきても、うん、その体重バランス、立ち方を変えるだけで矯正をされるってことですか？もちろんそうです。何十年もトレーニングしてれば癖になってるんで難しいでしょうけど、毎回毎回気をつけて直してれば、その体重バランスで立つためには使える筋肉っていうのはおのずと変わってくるので、その逆三角形の綺麗なシルエットになるような筋肉だけに刺激がいくので、まあ、細かくいくといろんな原理があるんですけども、結局もう大雑把に言えばその立ち方を変えれば刺激される筋肉が違うので、何十年やってようと時間はかかってもやっぱり欧米人的な体型に変わることは可能です。北島さんがそれに気づくまでは結構その綺麗な体を作ろうとしてもなかなか作れなかったんですか？それ、まあ、実を言うとですね、もともとヒップホップのダンスとかを結構やってたんですよ。今でエグザイルとかやってるような、まあ、それこそあのリーダーのヒロとかが働いてるクラブとかの常連とかで行ってたような、結構のめり込んでダンスをやってたので、体重バランスがそれによって結構かかとに乗ってなかったんですよね。で、なんか外人っぽい体型を昔からしてるってよくジムでも言われてたんですけど、なんで自分がそういう体型だったかっていうことに気づかなかったんですよね。逆に教えてる人たちがそういう体型じゃないのに、なんかフォームが変だなって思ってたんですけど、何が違うかっていうのはちょっと気づいてなかったんです。まあ、もう25年ぐらい前に教えてた人には申し訳ないんですけども、それからアメリカに行ってやっぱり向こうのトップの、選手とかトップのコーチに教わったり、向こうにいる人たち の風景を見てて、圧倒的にやっぱり立ち方が違うってことが分かって、で、自分がなんでその恵まれた体型になったかっていうのは、ダンスをやってたせいで体重バランスが違ったんだなっていうことに気づいて、で、よくよく気にしてみたら、僕はやっぱりつま先の内側にしか入れてなかったんですよね。
でその後に日本に帰った時とか教えてるクライアントとか生徒さんたちのバランスを見て体型が悪い人はやっぱ間違いなくかかとに体重が入ってるんですよ。ですからもうそこで確信をして、でその人たちを直してあげることによってやっぱりフォームもしっくりくるようになって、でそのフォームが綺麗になったことによってやっぱ体型もどんどん変わってきて、やっぱり今まで逆三角形じゃなくてズドンとした体型だった箱型の体型の人が逆三角形になったりとか、なんか足首太かったような女の人が足首細く見えるようになったりとか、その立ち方で全然変わるっていうのがやっぱり身をもってっていうか、この実際に現象を見て見比べて検証して実際に生徒さんに教えてみて、ここまで違うものかって自分でも驚いたぐらいの差があったんですけども、まあそこからはどん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 研究を広げていって、この体重のバランスが悪いことによって一個一個の種目でなんでそれが欠点になるかっていうのを分析して、まあそうならないように一個一個トレーニングするときに気をつけさせるようにはしてるんですね。まあ体重をかけるだけじゃ意識しきれないぐらい癖になっちゃってる人たちがいるんで、その体重がかかとに入った場合にこういう姿勢になりやすいからこのトレーニングが効かないとかっていうふうになってることが多いので、まあ、それは一個一個ですね、またそのデータを集めて単純理論を考えてそうならないように一個一個今確立して、まあほぼ今ほぼっていうか、まあまずどんな人でもそのちゃんと筋肉を鍛えさせることはもうできると思いますね。